チのジャパンへようこそ。国際結婚そのものは珍しくなくなったものの、やはり国籍の異なる2人が結婚するとなると馴れ初めは気になるものですよね。2人はどこで出会い、どのように惹かれ合ったのか、それぞれのカップルごとに素敵なエピソードがあります。今回は日本人の男子高校生大輔とアメリカ人の女子留学生シャーロットの青春エピソードをご紹介。至って普通の男子高校生はアメリカから来た金髪美少女とどのように仲を深めていくのでしょうか。俺が高校2年の時、アメリカから留学生がやってきた。名前はシャーロット。外国人ってだけでも目立つけど、美人な彼女はさらに目立っていたよ。目も二重でパッチリしていて、髪も綺麗な金髪で、ちょっと話しかけづらいくらいの美人だった。しかも日本語はまだまだ不自由。彼女はなかなかクラスに馴染めなかった。日本語を勉強しようにも誰も話しかけてくれないんだから、どうしようもないよな。おそらく俺の学校は留学生を受け入れたっていう実績だけが欲しかったんだと思う。学校からシャーロットへのフォローはほとんどなかった。寂しそうな彼女に声をかけたくなったこともあるけど、クラス1のイケメンでさえ話しかけられないんだから、俺みたいな陰キャが話しかけられるわけがない。だけどあるクソ暑い夏の日の夜、俺はコンビニにアイスを買いに行く途中で、公園のブランコに座っているシャーロットを見つけたんだ。時刻はすでに21時を過ぎていた。女の子が一人で公園にいるなんてどう考えてもおかしい。さすがの俺も勇気を出して声をかけたよ。シャーロットは驚いた顔をしたけど、俺がクラスメイトだと気づくと事情を話してくれた。どうやら彼女のステイ先の人が親戚の旧姓で突然家を開けることになったらしい。だけど彼女は今日に限って鍵を家に忘れてしまっていた。身内の不幸でバタバタしているステイ先の人を呼び戻すわけにもいかず、どうしていいか困っていたようだ。確かに一晩過ごせそうなカラオケや漫画喫茶は近くにはなかった。だから俺は少し悩んだもののこう言ったんだ。俺の家に来る？実際はこんなにスマートに誘えず、カムとマイホームを繰り返していただけなのだが、彼女は最初こそ遠慮していたが、他に方法がないことは分かっていたのだろう。ありがとうと何度も言いながら俺についてきた。俺が帰宅すると当然だが家族はびっくりしていた。アイスを買いに行ったのに金髪美少女を連れて帰ってくるんだから。シャーロットに真っ先に声をかけたのは母ちゃんだった。いくつか質問を投げかけ、テキパキと風呂へ案内する。俺は知らなかったが、母ちゃんには留学経験があり、ある程度は英語が話せるらしい。言葉がスムーズに通じるっていうのはやはり大きな安心感があるみたいだ。母ちゃんのおかげでシャーロットはようやくほっとした表情を見せた。母ちゃんを通訳に挟みながら、俺の家族と彼女は楽しい時間を過ごした。彼女の故郷の話を聞いたり、一緒にスマブラをやったり、夜だけど特別にお菓子を食べたり。特にシャーロットと母ちゃんはめちゃくちゃ仲良くなっていた。現役留学生とかつての留学生として何か通じるところがあるんだろう。シャーロットはそれから何度も家に来るようになった。母ちゃんのフォローのおかげか、彼女の日本語はどんどん上達していった。だから俺はクラスでもできる限り彼女に声をかけるようにしてみたんだ。彼女とクラスメイトの間に壁を作っていたのは言葉だ。シャーロットが日本語を話せることが分かると、彼女に声をかける人は一気に増えた。見た目が可愛いのはもちろんだけど、頑張り屋で明るい子だったからね。彼女がみんなと仲良くなるまで時間はかからなかったよ。放課後になるとシャーロットはクラスメイトに囲まれてどこかへ遊びに行くようになった。高校3年生になる頃にはシャーロットはすっかり人気者になっていて、俺なんかが簡単に声をかけられる存在ではなくなっていたんだ。帰国の前日にはクラスで盛大なお別れ会が開かれた。
手紙やプレゼントに感動の涙を流す彼女を見て、俺は素直に、よかったなぁ、と思えた。彼女がクラスに馴染むきっかけになれただけで、俺は十分だ。そう思いながら家に帰ると、シャーロットが母ちゃんとお茶していた。てっきり仲のいい友達とプライベートなお別れ会をすると思っていたのだが、わざわざ我が家に挨拶をしに来てくれたらしい。俺が帰ってくると母ちゃんは、買い物に行ってくる、と言って家を出た。今思えば気を利かせてくれたんだな。俺たちは久しぶりに二人で話をして、シャーロットは最後に進路について質問をしてきた。俺の夢は教師だ。だからある大学の教育学部を目指していた。一方シャーロットは自分が日本を知ったきっかけである日本文学についてさらに学びたいらしい。彼女は夢を語った後にこう言った。絶対にまた大輔に会いに来る。翌日彼女は母国へ帰っていった。実を言うとシャーロットの最後の言葉を俺はあまり信じていなかったんだ。俺たちはまだ子供で簡単には親元を離れられない。それにアメリカで素敵なボーイフレンドができるかもしれない。冷たいやつだと思われるかもしれないが、受験が近づくにつれて俺の頭の中から彼女のことはすっかり抜け落ちていった。だけど話はここで終わらない。必死に勉強したおかげで俺は無事志望校に合格。最初は高校とは全く違う大学のシステムに戸惑ったけど、一週間もすれば慣れてきてキャンパスライフを楽しもうという余裕も出てきた。自分の好きなことを思う存分学べることにワクワクしていたよ。話せる友人もできたからね。いつかは彼女も欲しいなんて思っていたある日、キャンパスを歩いていた俺は突然呼び止められた。大輔！声がした方向を振り返ると、もうわかるよな。そこにいたのはシャーロットだった。なんで？と聞く前にシャーロットは俺を大学近くのカフェに引っ張っていく。彼女は少し背が伸びて大人っぽくなっていてドキドキしたよ。1年も離れていなかったのに。すれ違う人が振り返るほど彼女は綺麗だった。カフェで席に着くと自分が連れてきたくせになぜかシャーロットは黙ってしまう。俺が何から話そうか悩んでいると彼女はようやく口を開いた。大輔、愛しているの。付き合って。まるで漫画みたいに俺はコーヒーを吹き出してしまった。俺にとってはあまりに脈絡のない話だったからだ。店員さんが慌ててタオルを持ってきてくれた。彼女の話をまとめるとこうだ。助けたあの日からずっとシャーロットは俺のことが好きだったらしい。俺の家に通っていたのは母ちゃんじゃなくて俺に会うため。だけどクラスメイトと仲良くなるにつれて俺の態度がそっけなくなってしまった。もっと一緒に過ごしたいからシャーロットは俺と同じ大学を目指そうと決意。そしてなんと文学部に合格したのだ。学生名簿に俺の名前を見つけたシャーロットは入学初日からずっと俺を探していたらしい。シャーロットの話を聞いても俺はまだ実感が湧かなかった。高校生の俺も彼女には惹かれていたさ。だけどあまりにも身分が違いすぎると思っていた。クラスメイトと仲良くなった彼女にそっけなくしたつもりはなかったけど、人気者の輪に入っていく勇気がなかったのは事実だ。まさか彼女も俺を思ってくれているなんて夢にも思わなかったよ。彼女と再会した今でさえよっぽど日本が気に入ったんだなとしか思っていなかったくらいなんだから。だけど俺の返事を恐る恐る待つ彼女の姿を見て、俺はやっとこれが現実なんだと気づいた。答えはもちろんイエス。その上で当時の俺の思いを伝えてみると、彼女は鈍すぎると少し呆れていた。それから両思いだと分かった喜びで泣き始めて、そんな彼女を心の底から愛しいと思ったよ。もし俺が不合格だったらどうなっていたんだろう。思い返すたびにヒヤッとする。その後俺たちは順調に交際を続けて就職が決まったと同時に結婚した。
結婚するまでにはお互いの両親ともいろいろあったんだが、それはまた別の話だ。彼女が帰国したところでハラハラしてしまったよ。なんで引き止めないんだってね。日本人の男性って本当にシャイだな。もっと自信を持っていいんだぞ。恋愛に国籍は関係ないってことが分かって嬉しい。アメリカ人だから日本人だからって考え方はナンセンスだよ。アメリカ人同士、日本人同士で付き合いたいって人を否定するわけじゃないけど。日本で働き始めて痛感したけど、日本人の男性は優しくて誠実だけど愛情表現が少なくて物足りないこともあるの。この二人はきっとうまくいってるんだろうけど、私は少し寂しかったわ。自分がもし留学先で素敵な異性と出会っても、ここまで頑張れたかな。言葉や文化の壁ってやっぱり大きいよ。彼女は素晴らしい努力家だ。トラブルをきっかけに仲良くなった女の子が自分のために国を越えて会いに来てくれるなんて、とてもロマンティックなエピソードでしたね。外国人が日本の大学に入るためには、大学が用意した試験以外にも日本留学試験や日本語能力試験などを受けなければならないことがあります。当然ながら外国人学生の募集人数は日本人学生より少なく、狭き門と言えるでしょう。それだけシャーロットの思いは強かったということですね。二人の後日談も気になるところです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。